わしと恩師が相方組んで何が悪いのチートでしょうか。癖がすごいと変わってるとか届きませんね。その怒り感大好きな大悟さん大好きな癖ネタでお決まりの決め台詞かまして、お主とわし癖がすごい笑いを取る幸せだもん、うん、癖がすごくてごめん、わしはいかんいかん食べる、癖が強くてごめん、お主いかんいかん食べる、癖がすごくてごめん、次はいかんいかん食べない、癖が強くてごめん、誰かいかんいかん食べる、ムカついちゃうよねざまー、お主癖がすごいよ。